はい。生体院数委員長の数です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい。今回はですね、動画のタイトルをご覧になっていただいてわかるように、YouTube Live 初配信させていただきたいと思っています。はい。まずですね、日時からお伝えさせていただきますと、5月6日の水曜日、ゴールデンウィークの最終日ですね。はい。その夜、 8時ですね。はい。20時から1時間をですね、予定しております。はい。そこでですね、なぜ今回 YouTube ライブ初配信をしようというんですね。 思うに至ったかというとですね、まあこれまでですね、私はあなたからいただいた質問に対して順次動画でですね、お答えさせていただいたんですね、はい、いただいていたんですよ。ただですね、それに対する問い合わせ、そして私がお答えするっていうところがまあ間に合ってないっていうところがまあ現状になっています。そしてまたですね、先日三十、えー、万人記念のですねプレゼント企画ということでアンケートをいただいたんですね。もうたくさんの方にお答えいただいて本当にありがとうございます。はい、それでやっぱりその質問に対してですね。 やっぱりお答えさせていただくっていうところはもうもっと間に合わないっていうところとあともうちょっとこれ詳しく話聞かないとあの答えられないなっていうですね情報がちょっと少ないなっていうこともあってですねだったら y o u t u b e ライブでまああのどん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 お答えしてまとめてお答えしていけたらどうなのかなっていうことでですねまあ今回ですね開催しよう配信しようということですね決めさせていただきました。ただですねあのもう夜の 8時ゴールデンウィークの最終日ということなのであんまりこう堅苦しい話をしてもしょうがないなというふうに思っていてまあ、いつもの動画では結構私堅苦しい話をですねあの堅く堅く真面目にお話ししてますけどもまあ、ざっくばらんでざっくばらんにですねまあ緩くお話しできればなというふうに思っていますなかなかそういった機会ってリアルに合わないとコミュニケーションを取ることって難しいかなと思ってたんですけどもまあ、今回のですねコロナの騒ぎっていうところもあるのでやっぱり自宅に いられる方が多いと思うんですよ。なので、まああの YouTube ライブっていう形でですね、まあ、ざっざっくばらんにですね、えー、コミュニケーションがですね、取れればなという風に思っています。まあ、初の試みなので、正直緊張してます。はい。どんな風になるのかなという風に思ってますし、かつ。 何人の方来てくれるのかなっていうこともう誰も来なかったらもう最悪だなっていうふうに思いますしまあ数人でしたら数人でまたそれであの濃密なコミュニケーションが取れるのでそれはそれでいいかなっていうふうに思っていますただ質問が来すぎちゃったらどうやって答えてい,かないけばいいかなっていうふうに思ってるんですけどただですね、まあ、やってみなきゃ分かんないっていうところがあるのでとりあえず思い立ったらまあやってみようっていうことで、はい、今回ですね、まあ、決心させていただきました。 た、えー、どんな感じだったというところをトライアンドエライエーしながらですね、まあ、こういったところを定期,定期開催とか定期配信できればさらにいいかなというふうには考えていますので、まあ、ぜひです、ねはい、参加していただければなというふうに考えています、はいえー、先ほどもお伝えしたように5月の6日の水曜日ゴールデンウィークの最終日ですねの8時ですね、えー、夜8時20時からですね1時間。 のですね、配信予定となっておりますので、えー、配信のです、ね、予約のリンク下の動画の説明欄の方にも貼り付けさせていただきますのでそちらからですね、はい、あの視聴予約というか、はい、スケジュールにです、ね、入れていただければと思っています。はいまあ、5月6日の水曜日の8時からスタートしますので、まあ、その時間にチャンネルに飛んできていただいても、まあ、おそらくご覧になられるかと思いますので是非、まあ、ですね はいまあ、このような機会っていうのはなかなかあの作れないかと思いますので、はいまあ、ちょうどって言ったらあれですけども皆さん自宅にいらっしゃるかと思いますから、まあ、あの楽しくですね、はい、楽しい YouTube ライブができればなという,うに考えていますので ぜひですね、ぜひですご、ご参加していただければと思います。はい、まあ、詳しくはですね、下の説明欄のリンク貼っておきますので、そちらから視聴予約していただければと思います。はい、ということで今回ですね、YouTube ライブ初配信しますということでですね、お伝えさせていただきました。ぜひですね、5月6日夜8時、はい、お会いしましょう。はい、いろいろですね、お話できれば嬉しいです。はい、ということで本日はですね、これで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。5月6日お会いしましょう。